東西南北を北しちゃん。はい、ということで今日はですねこちらアーチャー保護ね使っていくんですけども、懐かしいね本当に。もうねプロ時代の時とかに入ってたんかなアーチャー型ね、それ以降多分アーチャー食いがねもう君臨してたんですけど、はい、アーチャー型、アーチャーがマジでね今ちょっと強くて、まあグラチャリのねなんかその12勝した人とかのデッキ見ててもこれが一番多かったんじゃない。うん、だからねテスラ型とか、まあ、モングー型もチラチラ見たんですけどこれが多分結構多かったですね。僕もねアーチャーホグって言ったらこの印象が強いですね。はい、まあデリバリーだったりなんかタルボボだったりマキがいろんな買っちゃったんですけど、なんかこれが一番なんか記憶に残ってるんで、今日はこちらを使って10勝目からやっていきたいと思います。さあ来た、学園の管理者聖天使89慈姫すっごい名前来たな。さあ日本人かなおそらく。まあこのねアーチャーク強いのはね、まあ、アーチャースパがマジ強いから、これアーチャースパで相手ねもう強制的に出させるっていうね。はいはいはい、オッケーオッケーオッケー。ただねこれしつけないんでこれもうないと出さざるを得ないと。はい、悲しいですねこれ。もうナイト出します。はい、ね、出してあげて、これナイトアーチャー勝ち見るだけでちょっと感動するよな。これやばいやつ来たやばいやつ来たんだけど、あいつガチやばいんだけどマジで。ゴルナイさんガチやばいからな。ちょっとマジでアーチャーがどれぐらいやってくれるかによってちょっと変わってくるよなっていうね。はい、でまあここはスケでやってあげて、あーなるほどね、これは多分このスケ消えたタイミングダッシュ切ってきそうなんで切ってこなかった。で、はいはいはい、いいよ。うん、クエイクでねこれ突破してあげて、はい、ユーノまでできた。美味しい、このユーノ美味しいな。うわー、しかもでかっ。これはナイトで全部回収しようか。これさどうなの、これでいけると思わへん。あーやばいやばそう。これはちょっと生き玉で、緊急雪玉してあげて、はい、緊急で動画回してますよってね。はい、ねえ、いやちょマジ消えないでお願いだから。やばい、これマジピンピンか。あーパッてって、あ、まあ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 耐えれる、正直耐える。ちょっと今のスケねしくった。いやゴースが死ぬと思わんくてさいやーで、まさかのねあれでしょ、しかもなタゲもめちゃくちゃ良かったです。これ斬新ですね。まあ斬新はまあ相性いいっすよね。まあどうなんや、これでまあエリボも入ってるかな、ワンチュエリボ入ってるかもしれない。入ってました。はい、やばいです。はい、これカウンター食らいます普通に入ってた。あ、でもそれだったら全然いいっすね。はい、まあ、これだったらまあこっち寄せてあげて、はいはい、三種はですね、まあクエイク、マルタ、雪玉でね飛びます。はい、三種はね、いや多分飛びます。え、飛ばなかったっけな。いや多分飛んだ気すねんけど、いや分からへん。なんかクエイクなんか加工されてるかちょっと分かんないけど、昔はねクエイク、マルタ、雪で飛んだ気がするんやけど飛ばなかったから、いや分からへん。俺の記憶ちょっと曖昧かもしんないですけどね、曖昧ミーマインぐらいの曖昧さはあるんですけど、ちょっと待ってやばい。あー、これゴルナイさんマジ飛ばないでね、お願いだから飛ばないでね、お願いだから。ちょマジやめてね、本当にやめてね、本当にちょ待って。でも大丈夫、多分大丈夫。おー、なるほど、やってますね。これはもう、はい、はい、バチコリ、はい、バチコリやってあげて、はいはい、いいよ、美味しい。で、ここは回してあげて、はい、2周目のクエイクでね、あれは突破してあげると、はい、全然いいっすね。はいはいはい。で、多分相手これゴーストとかかまってくるんかな、分からへん。なんか三色そう、それはさすがにいきます。で、多分エリババなんで、はい、雪玉で、よいしょ、やってあげて、で、はいはい、一発に飛ぶと、はいはい、美味しいね。まあ、ここはこれでいきますか。ここはこれでいってあげて、はい。で、こうかな、スケでこっち寄せてあげて、いい感じにね、はいはいはい、オッケーオッケー、いいよ、はいはいはい。いやでも結構ね割と削れてるんで、そうですね、あれどうしよっかな。いやマジで落ちるかな、クエイクマルタ雪で一回落ちるかちょっと確かめてみていい。多分ね落ちるんだよ、多分落ちるんだよ。俺の記憶上正しければ落ちます。はい、あ落ちそう、あ落ちますね。オッケーオッケー、よかった、やってくれたよかった。あ、やばいの来た、あいつやばい、ガチでどうしよう。ちょ待って、本当にやばい、あいつやばくね、本当にそんなことするしちゃうのマジで。お兄さんちょっとそういうことしちゃダメっすよ本当に。ゴルナイ来そう、なんかゴルナイそうだよね、なんかゴルナイ来そうやなと思って、はい、真ん中寄せてあげて、はいはい、いやこれねなんかゴルナイちょっと怖いんだけど、まあしゃあないよねっていうね、はいはい、まあこれはちょっと気負いしつつの、はいはいはい、オッケーオッケー、いや耐えれる、全然耐えれますね。はい、で丸太こっちやってあげて、はいはい、お美味しい。これ相手ここのホグ止まんないですね、ここ絶対ホグ止まんないんで、多分三種展開してくると思うんですけど、それを雪玉で、あいかつい、忘れてた、やばい、ガチでやばいの来た、ガチいかついって、それ本当にいかついマジで。でもここは三種来ても、まあ、相手はね多分できないんで、しかも2枚切ってるんでね、ここさすがに来れないと。はい、でまあここは丸太行って回してあげて、うわマジか、それやってくんのか、うまいなそれ、めちゃくちゃ。まあここは一旦落ち着きのね、はいはいはい、一旦落ち着きのこれやってあげて、はい、これね生かしてあげたい。あれも逆塞なんで、あのゴルナイはちょっとねあんまり構いたくはないけど、はい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 、はい、でこれこっちやってあげて、うしょ、
はい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 、いやナイトが強えガチで、ナイトガチ強え、ナイトガチ強えてかアーチャークソ強え、エリババめっちゃ溶かしてんだけど、エリババアホみたいに溶かしてんだけど、これでもいっちゃいますか。はいはい、あでも美味しい。あまあこれはまあ落ち着き、落ち着きでいいっすね、落ち着きで。てかアーチャー結構マジ強くね、アーチャーガチ強くねアーチャーガチ強えんだけど、はいはいはい、それはこいしょ、こっちでやってあげて、雪玉もいけるんで、はいはい、雪玉もいけるんで、多分ダッシュ来るんで、これ。はいはいはい。で、こっちね、ダッシュ切れないようにこっちやっといてあげて、はいはいはい。素晴らしい。いや、めちゃくちゃいい。で、これで、クエグ。よいしょ。はい、なんなら、よいしょ。はい。素晴らしい。アーチャー強えな、マジで。マジでアーチャー、ちょっと火力高いわ、本当に。なんかね、めっちゃ仕事してくるね。うん。いや、だからやっぱね、クエイクバルト雪いいね。うん、クエイクバルト雪っていう、やっぱこのサウンスペがね、マジで手に馴染む。昔から使ってたから、本当に手に馴染みますね、マジで。いや、マジで強いわ、本当に。さあ、来た、ラスト。JG オング。どうしようかな、グラチャで終わったら、ちょっと、なんて、レート戦じゃない方のマルチ行きますか。レート戦ね、まだね、一回もやってないんで、同券なんで、多分さすがに低いと思うんでね。マルチの方でちょっと数戦やりますか。タルババとかやってもいいかもね。タルババとかやってみる？懐かしの。デリバリーもあったよね。雪玉の中がデリバリーとかもあって。まあ結構ね、まあ僕は雪玉の方が好きでしたけどね。まあ雪玉の方がこう、ワンチャンがあるんですよね。うん。まあデリバリーって防衛は硬いんですけど、なんか攻めに、こう、ね、何もできないじゃないですか。だからまあその分雪玉はね攻めに打てるから結構ね俺は好きやったんですよね、雪玉方が。なんやろこれ、ボムナイト、ボムナイト、うん、まあこれワンチャンミラー、ミラー対決もしくはうん、バルーンか、これは、これはバルーン臭いな、なんかバルーン臭いな、なんか分からんけどね、分からんけどバルーン臭い、めちゃくちゃ。これクイクっときますか、クイクっときた、あスケラやこれ、やばい、ちょっと待って、スケラやこれ、絶対スケラや、絶対スケラやこれ、もう 100% スケラやこれ、わかる、俺にはわかる、そうわかります、はい。でもこれは相手ソウローっすね、はい、もうめちゃくちゃソウローっすね、はいもうこれね、アーチャー最強なんで、見てください、このアーチャー、やばくね、え完封してんだけど、やばい、スケラ痛いし、アーチャー強すぎでしょ、おいやばいってガチで、どんだけ強いんよお前、マジでやばいって、はいはいはい、ロリーボブね、おーナイトが熱い熱い、はいはいはい、美味しい、うん、いやマジ完封したんやばくね、マジ強いなアーチャー、ガチでさアーチャー、まあまあまあ確かにな、まあアーチャー強化するの分かるけどちょっと怖いよね、でもめっちゃ強いね本当に、なんか火力めっちゃ本当に上がってますねマジで、うん、これいるかな、なんかいりそうだな、これな一発入りそうじゃね、なんかちょっと怖い、一応出しとく、入りますねこれ、オッケー、いいね。まあ、ここちょっとね、そういうことないね。マジで。マジすることない。まあ、また流しますか。まあ、丸太郎どんどん切っちゃってもいいっすね。なんでかっていうと、あれですね。アーチャーがあるんで。アーチャーがあるんで。もう最強と最強、うん、うん、わからへん。まあ、いいや。はいはいはい。まあ、これはないと合わせて。で、今このタイミング相手、回らないっすよね。ホグ、施設が。なんで、ここは2周目のホグ行ってあげて。はい。で、これで、まあ、回ってくる。1枚か。これ、オッケー。はいはい。これは、こっちやっていけて。で、多分ね、まあ、おそらく、まあ、ここはね、多分相手切ってくると思うんで、これ、雪玉でちょっと遅延させてあげてからの、はい。オッケー。素晴らしい。これ、ちょっと待ってからの、このアーチャーがめちゃくちゃ強いから。このアーチャーがね、いや、マジで強いんですよ。このね、ちょっと待ってからのアーチャーがマジで強いから。はい。オッケー、オッケー。いいよ。いや、これどうしようかな。どうかな。まあ、いいや。まあ待ちつつの、うん、まあスケラとか相手にはねアーチャーを即出しするんではなくて、まあちょっと待ってからねこうやってあげると割とね効きます、はい、これはもう速攻であいつしょってあげて、はい、あいつをしょってあげて、はい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 、あそれでも相性美味しいですね、でここ絶対相手ポイズン打ってくるんで 100% 打ってくるんで、はい、打ってきたら、はい、これここのホグ止まんないです、相手、あもうマジ止まんないです、絶対止まんないですこれ、はい絶対止まんないんです、そうほらほら、あ待って雪玉と間違えた、最悪、あもう何の食えくこれマジで、あこれ雪玉やったらもう一発入ってました、あま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 あ、でも今のタイミングの方が素晴らしいですね。なんかこういうスケラとかに対しては、もう相手が、まあ、打ちたいタイミングで、スケラとかね、打ちたいタイミングでホグ飛ばしてあげると、相手はね、もうめちゃくちゃきついんで、マジで。マジ超きついんで、はい。おすすめですね、めちゃくちゃ。はいはいはい。まあ、ここはね、もうガンガン削ってあげる。ガンガン削ってあげて、はい。で、まあ、ここも、はいはいはい。で、多分ここ、多分ポイズン打ってくるんで、そう、先にね。はい。なんで、ここホグ飛ばしてあげて、これで相手ね、ポイズン打つと、そう、打てなくて、で、ポッセットを置くと、こう、ベビドラにね、形作れなくて、こう、スケラと分離させれるっていうのは、ちょっと、やばい、やばい、あぶっ、ばっ、あはー、やばい。まあまあまあ、まあまあ、焦るでないようで、はい。で、相手、ロリババあるから、多分、うん、ここでロリババ切らしてですね。はい、オッケー。ここは、回らないんで、はい、ここ、クエイク行ってあげて、はい、クエイク行ってあげて、そう、クエイク行ってあげて、雪の間まで行ってあげると、そうですね、はいはいはい。美味しい美味しい。いや、めちゃくちゃ美味しいよ、これ。はい。で、まあ、相手は、多分ここでビビドラスキラとか、多分したいと思うんですよね。で、ちょっと待ってからの多分やから、そう、オッケー。いや、あとはクエイク丸太、クエイク丸太できますね。クエイク丸太雪、クエイク丸太雪できそうですね。
なんならこう飛ばしとくか。今、施設回らないんで、あと1枚かな、多分。なんで、ゴブリンからじゃない。あー、グッドゲームさん、諦めました。オッケー。いや、いいっすね。いや、でもスキラとかに対しては、マジ、アーチャーが最強なんだよ、ほんとに。アーチャーやばいんで。いや、マジ、アーチャーがね、思いのほか強いね。スキラに対してとかやばかったよ。完封したで、マジで。スキラ完封してびっくりした。昔のアーチャーってたまにちょっとね、打ち漏らすときあったけど、今もう完璧よ、マジで。やば。めちゃくちゃ強かったね。うん。じゃあちょっとこっちでやりますか。残り2000ぐらい。こっちでちょっとやりますか。タルババとか釣ってる。一回タルババと、デリバリーとかやってみる。いいよ。それで行きましょう。さあ行こう。ハリー、花梅みたいに来ましたね。まあ、今、マルタ確保されたしな。タルババでもワンチャンいいかもしんないですね。まあ、タルババやとこう、陸受けに強くなるってのもあるかもしんない。まあ、ただね、ちょっと範囲系とかに対して、小物系か。ちょっとね、打ち漏らす回数は多くなるかもしれないですね。まあ、幅が狭いんでね、丸太と違って。あと、射程も短いんで。さあ、初手、リバーを流してくって結構いかついっすよね、めちゃくちゃ。まあまあまあ、ここは一旦スケで釣りつつのっつね。釣りつつの。おお、しかも逆線のリバー寄ってくるやん、それ。あれか。寄せてたからか。内側のリバーやって。ああ、なんでタイミングかぶってないけど。まあいいや。うん、まあここは、何だ。うお、あ、絶対これあれじゃん、エリゴレじゃん。ちょっとやばくね、エリゴレやばくね。え、マジ、エリゴレ止まんないって。え、絶対エリゴレやろ。お前、マジでやってる、それ、ガチで。ガチでやってるって、もう、本当に。いや、ほんまにやばい、それ、マジで。え、しかも、やなめ。あ、やばい、ガチで。あ、でも、これ、生き玉で、はい。生き玉でやってあげて、はい、はい、はい、いいよ。これ、守れますね。これ、守れるね。はい、はい、いいよ。はい、これ、ルリババでやってあげて、はい、はい、よいしょ。で、ここは、アーチャーで、ちょっと待って、待って、なんか、無限回復編入ってる、マジで。ちょ、やめろって、ガチで。おい、ほんまに。え、でも、アーチャー強くね。マジで、アーチャー強いわ。ガチ、アーチャー強い。なんか、アーチャーめっちゃ強くて守れんだけど、マジで。こいつ強えな、ほんとに。え、マジで強えわ。火力なんか上がってんな、ほんとに。いや、熱いな、マジで。ちょっと熱いっすね。矢の雨環境来るか、これ。ロケ砲とアーチャー結構流行りそうっすよね、マジで。だからロケ砲環境はマジであるな。なるほどね。ポンプ。エリゴレポンプ。しかも矢の雨入ってたからな。まあまあヤンキーっすね。まあ、そうだよね。今の環境にはやっぱ矢の雨が適してるなっていうね。うん。まあ、ここ一旦流しつつのーすね。はい、美味しい。これはね、相手、勝つし組めないよ。これ左出したら、おぉ、トルネ入ってんだ。トルネアナメ、いかついなーマジで。いかついなーこれ、マジで。トルネアナメとかも、絶対アーチャー殺されるやん、マジで。え、それはでも、相手甘いじゃない、さすがに。それは甘いじゃない、ヒーラーなしのそれは甘いじゃない、ちょっと焦ってんじゃない、矢の雨打ってもさすがに無理じゃないか、それは。それ無理じゃないか、はい、もう俺も行っちゃいます、はい、俺も行っちゃ、やばい、これ復活するって。おい、フェリーちゃんが。あ、でもなんかめっちゃいい感じだったよ。なんかいい感じ釣れてるから、まあいいや。うん。で、まあ、ここ、エリゴレ来るかな。でも回らんのじゃん。あと1枚じゃない、これ。回ってくる。そうだよね。回らないんで。はい、こっち、寄せてあげつつの。はい、いや、これ、キンキンでいくね。はい。いや、え、あれ、なんかキンキできたんや。キンキできたんや。ちょっと待って。キンキできたんやって何事、ちょっと待ってよ、ほんとに。キンキできてないんだけど。お、なんか怪しくないこれ。おい、めっちゃ怪しいぞ、これ。ガチで。めっちゃ怪しいぞ、これ。これ、守れるか怪しいぞ、だいぶ。だいぶ怪しいぞ、これ。ちょっと待って、はい。はいはいはい、素晴らしい。いや、めっちゃ、いや、激玉強い。ガチで。はいはいはい。いいよ、落ちて、はいはいはい。落ちて、逆線も気をしてあげて、はいはいはい。うん。オッケー、落ち着きね。うん、素晴らしい。で、相手穴目切ったから、ここはアーチャーから入ってあげて、はい。で、形作ってくるから、これ逆サイ飛ばしてあげて、ここでトルネ使わしてですね。ここでトルネ使うと、このアーチャーが最強と。はい。このアーチャー最強なんですよ。え、おー、そうだよね。え、やばくねえぞ。アーチャー最強だよ、マジで。あ、でも、矢の目回してんか、これ。矢の目回してる説ありますね。はいはいはい。いいよ。はい、矢の目回してますね。回してますね、非常に。これ、ロリボーでいけるっけ、ロリボーで、なんか耐えたっけ、ロリボーって。わからん。ロリボーは消えたよな、多分。わかんないけど。はいはいはい。で、このタイミングは、絶対リババなんで、はい、早めにこれね、生き玉で。いや、あれ、あ、はいはいはい。ちょっと出すの遅いな、相手。逆に俺の生き玉が、逆に、みたいなね。はいはい。お、なるほどね。そっち、マジで言ってる。美味しいね、それ。こっち攻めてくんの美味しいんだけど、普通に。はいはい。エスもそれやったらもう相手、ホーク止まらんよ、これ。相手ホーク止まらんよ、これ。ホーク止まんないですね、これ。しかもやりすぎなんで、これね、ヒーラーか、そう、フェニックスが来るんで、はい。ねじ込んであげて、なんなら、おいしょ。はい、強い、めちゃくちゃ。で、これもう一回アーチャーから入ってあげて、これがね、相手きついんですよ。アーチャーから入られると、回んないですよ、2周目が。なんで、まあ、それがね、結構熱い。これで、多分相手、することなくなるんで。はい、よいしょ。で、ここは、ちょっと行かずに、我慢ですね。ここは我慢ですね。削りでやっていきましょう。はい。いや、マジ、そいつやばい。ガチ、ヒーラーじゃない。何やったっけ？あいつやばいんだけど、ライドラ。あ、でもこれ結構溶かしてる。結構溶かしてるから、熱いな、マジで。結構熱いわ、これ。熱い。いいよ。で、ここは、はいはいはい。いいよ。はいはいはい。
こっちを雪玉でやってあげつつの、ちょっと待って、あいつやばい、こいつがやばい、こいつがやばい、はいはいはい、やばって、耐えて、ガチガチ耐えて、ちょー、ここ守りたい、ここは守りたい、ガチで、ここは絶対守りたい、絶対守りたい、ここは守れる、俺なら守れる、俺なら守れる、おいしょ、はい、俺なら守れる、俺なら守れる、絶対に守れる、絶対に守れる、そう、絶対に守れるんだ、俺は守れる、俺は守れる、俺は守れる、オッケー、守れる、これ絶対守れる、守れる、死んだら守れるんだ、そう、よいしょ、はい、やってあげつつの、はいはいはい、鬼の防衛かわし上げて、はいはい、いや、いいよ、結構守れてね、なんか、でもなんか、意外ちょっと怪しい、意外ちょっと怪しい、意外ちょっと怪しい、ちょっと怪しい、ちょっと怪しいよ、マジで、ちょっと怪しいけども、ちょっと耐えてくれ、マジ、ここ耐えたら俺の勝ち、ここ耐えたら俺の勝ちね、クエイクもしっかり打って、はい、タイブレイクも見越して、はいはいはい、いいよ、はいはいはい、いいよ、守って、オッケー、これ勝ったっしょ、きた、なんか守れた、素晴らしい、いや、マジで。いやーいいなー、でも雪玉とアーチャーが強いっす、本当に。危ねえ、マジで。持ってかれそうだった。いや、もう普通にちょっときついっすよね、これ。ボムあるとはいえ、光栄がきつかったっすね。光栄とあと、トルネアの雨がすごかったっすね。危ねえ、マジで。ガチ危なかったよ。普通に巻きそうやったら、終盤の怒涛のラッシュが来ますよね。まあまあまあ、いいでしょう。ラスト行くか。ラストちょっとデリバリーとかやってみる。なんかさっき、タルババ、あ、間違えた間違えた。タルババやったから、これ、雪の枠デリバリーでやってみますか。いや、懐かしい、この感じも。めちゃくちゃ懐かしい。来た、ファビアン来ました。いやマジでね、これデリバリー懐かしいな。昔のデリバリーマジ強かったから。いやマジみんな知らんやろ、昔のデリバリーってノックバックしたからな、普通に。何のビビドラこれ。何のビビドラ、知らんやろみんな、もうみんな分からん、まあさすがに知ってるか。もうデリバリーノックバックしたよ昔、やばくない普通に。どれなんていうの、そのなんか雪玉みたいな、うん、マジでもう雪玉とか丸太みたいな感じでノックバックしてたんよ。普通に壊れよな、マジで。しかもなんかめっちゃ強かったよな、マジで。デリバリー結構加工されてるよな、なんか。おー、美味しい。あ、でもそれやってくれたら、マジこのこれ。なんか残りそうじゃね、うわ、強いアーチャー。え、ガチャアーチャー強いな、ほんとに。はいはい、ロリーババだけじゃいかないよね、っていうね。あー、はいはいはい、もう一発。よいしょー、でかい。いいね、これデリバリーで守れるかな。うわ、ちょっと待って、やだ、そういうこと、やだわ、ほんとに。ほんとやだ、そういうことしないな、マジで。ほんとに。で、はいはいはい、これはこっち。あー、待って、最悪。あー、もう最悪ガチで、もう、あ、下手すぎやろ今のマジで。俺勝ちで、これあ強っ、これ HP 情報のおかげですね。これは完全に HP 情報のおかげで一発入りましたね、今のね。今の多分昔のナイトだったら入ってないもんね、今の。これつったけど取れないんで、どうせどうせ取れないんで、はい。いやあのゴレね、ちょっときつそうだね、マジで。ゴレきつそうだけど、まあかろうじデリバリーっていうのが助かってる、マジで。デリバリーやからな、まあまだワンチャンはあるけど、どうなんすかね。これ逆サイドの方が良さそう感はあるっすけどね、なんか。逆サイの方が良さそう感あるな、これ。多分同サイでやり合うと死んじゃいそうなんで。じゃ逆も見つついきますか、これね。うん。でまあクエイク流し上げて、相手で多分ポンプとか多分入ってないんで、え、しかもなんか右に来たんだけど、なんで。なんで右に来るのそれ。謎やけど、まあいいや、ナイト流し上げて、はい。でまあアーチャーからかな、多分相手ライトニングなんで、まあこれはねアーチャーから入るのが一番。ちょっと待って、アーチャーです、出すの早かった。出すの早かった、まあいいや。で内側なんで、これね、ゴーレムこっちに寄せてあげつつのですね、寄せてあげつつのですね、寄せてあげつつので、これはデリマルタでしょってあげたい、デリマルタでしょってあげて、はい、相手トルネ切ってくれたんで、ここね、はいはい、美味しいですね。でここはこっち行ってあげて、今相手トルネ切ったんでフェニックスしかないかな、ここタルババ、うん、タルババだけじゃ2発ぐらい入るよ、よいしょ。なんなら、なあ、まあまあ美味しい、結構美味しいね。なんで相手逆サイなんだろう、絶対同サイの方がいいのに。なんで逆サイ、立ち回り独特だけど、まあまあまあいいでしょう。まあ俺からしたら得でしかないんでね。でもあれなんかライトニングとか入ってそうなんで、ちょっと早めに置いておきますか。早めに置いて2周目回したいですね、できれば。2周目のボムでちょっと分からせたいっていうのはあるんですけど、これ多分ランバーとか追加してくるんかないで、まあ一旦ホグ飛ばしつつの、うわ、なんか空マウント取ってきたな、めちゃくちゃめちゃくちゃ空マウント取ってきてる、やばい、え、やばい、ガチで、え、それでもさすがに、あ、強マジで、あ、めちゃくちゃ強いわガチで、デリバリーやばいわガチで、デリバリーガチ強いわ、あ、デリバリーガチ強いわこれ、やばい、デリバリーガチ強い、え、多分でここで全部デリバリーで処理量見てていくよ、おいしょ。ガチ強い。やばい、デリバリー強いな、やっぱ強いわこいつ、普通に強かった、今防衛に関しては最強よりは正直。やば、え、めっちゃ綺麗に守れたんだけど、とかアーチャー普通にやっぱ強いんだよね、普通に。うん、なんかマジ今シーズンちょっとアーチャーマジでありそうですね。なんかアーチャー文句がめちゃくちゃ入りそうな未来しか見えないですね、本当に。いやーでもいい、マジで強かったですね。いやー本当に。いやなんかね、でもね、可能性感じるよね。ちょっとホグプラスアーチャーでなんかね、まあもっといいデッキあるかもしんないですけど、まあでも今んとこね、ちょっとこれ強い。いや、ガチ使ってて思うんやけど、
手札回りが良すぎる。うん、いやめちゃくちゃ使いやすい。なんかマスケ型よりアーチャーとかの方が多分手札回ししやすいと思うんで、サンスペアけどね。マスケとかやると切りづらいじゃないですか。でもアーチャーで出しやすいんで、結構まあ多分使いやすいと思います。はい、まあ、ということでね、よかったらチャンネル登録とよろしくお願いします。ということで、また次の動画で会いましょう。バイバーイ。